ションに乗りたいと思います。後半はやはり9本の作品をご覧いただきたいと思います。今日は皆さんが審査員です。素敵な作品を見つけて、その作品のタイトルや番号をぜひ覚えていてくださいね。あとでシールで投票していただきます。また今日は特別審査員を引き受けてくださった方が今日この逗子に来てくださいました。再度ご紹介させていただきたいと思います。社会学者の宮台真司さん、映画監督の石橋俊正さん、で逗子市市長平井雄一さん、そして逗子小学校の校長神田博史校長も特別審査員として参加してくださっています。さあそれでは後半のまず5本をご覧いただきたいと思います。皆さんにまず見ていただく5本はエントリーナンバー10、川の辺ロボプロジェクションマッピングチームアートシティ、エントリーナンバー11、吉弘小林スクリプション、エントリーナンバー12、ドリル歴史の授業、エントリーナンバー30、ソルメリエイジスミカ、そしてエントリーナンバー14、ライトグラフのゲットアライドです。ぜひご覧ください。
青空教室なども行いながら、2年後、1925年、全生徒は復帰。そして今年2012年、逗子小学校は140周年を迎えました。ありがとうございました。